クロエさんね、もうすごいね、赤ちゃん身を感じてしまって、久しぶりのね、あのルーナタン感を感じたわ。ちょっとマリン画面ぶち割ろうかと思ったもん。このほとばしるパトスも一体どこにぶつければ。クロエちゃん M っぽいよ。船長がいじめ散らかすわ。いじめまくるぞ。ねえねえ、やだ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 、ねえねえ、やだやだこれあのクロエさんの真似なんだけど、どう？ねえ恥ずかしい、ねえやだやだ恥ずかしいよ。どう、かわいい？似てる？かわいい？ねえやだ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 、ねえ声カスカスやんあと6時間寝てればあの声が出るんだけどな。船長だってあの萌え声、あと6時間寝てればあの萌え声が出せるんだけどな。悔しい、出るんだけどな本当はあの声、悔しいな。あ、どうしよう、ふーん、どう、はーん、ね、どうしようね、ふーん、ふゆゆ、にゅん、どうしよう、ねえ、どうしよう。かわいい。船長も本気出せばね、あるのよ、こういう一面がね、こう一面秘めてんだよな、船長も。ねえ、ちょっとね、ひどいね。ちょっと完全に今ね、あのクロエさんの影響を受けて、船長は萌え声になったのであった。ありがとうクロエ、船長を萌え声にしてくれて感謝。クロエのおかげでマリーは当初の萌え声を思い出すことができたわ。ありがとう、あり